高砂部屋所属呼び出し力の城でございます。力の城、本来なら高い役の上で打ち出しますが、本日は趣を変えまして土俵上よりお聞きいただきます。まずはじめに寄せ太鼓。この寄せ太鼓は相撲協会の前身で、相撲会所というところで何か相談事が起きますと、親方衆や関取衆を呼び寄せるために打たれた太鼓でございます。またこの太鼓は別名を清めの太鼓と申しまして、相撲の始まる前の日に土俵を清めるという意味で打たれた太鼓でございます。どこ行くんだよ。それでは寄せ太鼓、よいしょ。この一番太鼓は昔は真夜中の2時か3時頃に打たれ、この太鼓を朝の打ち込みと申しまして、打ち手は天下太平五穀豊穣を祈って打たれたと言われております。かの有名な俳人小林一茶の4択に薄寺木相撲太鼓や隅田川という句がございますが、この句はおそらく一番太鼓の打たれる頃の情景を詠んだものと思われます。また昔地方巡業に参りますと、この一番太鼓を合図に下の方のお相撲さんの稽古が始まりましたが、現在は騒音防止用でのため朝の8時から30分間だけ打たれております。それでは一番太鼓、終了いたしました。皆様ごきげんようお借りください。また明日もおいでお待ち申しておりますという意味で打たれる太鼓でございまして、一日興行や千秋楽には打たないことになっております。またこの太鼓をよく聞いておりますと、呼び出し力の城の見事な罰さばきによって相撲が終わり、力士も観客も場外に散っていく情景を点々バラバラ点々バラバラという面によって実に見事にその感じを表しております。それでは羽太鼓。